はい、ありがとうございます、一応こちらもですね、かつての合戦跡ということでございまして、さまざまな例の、目撃情報などがあるような場所と言われておりますので、行ってみたいと思います。では参りましょう。てかどっちから行くんですかね。あ、こっちから行きます。なんか私あっちから前行ったことがあ、あっちものすごい急な階段あるんですよ、はい、でこっちから行ってみますか。いや、階段の方がいいってことなんですよね。そうだと思いますけど、ね、じゃあこっち行ってみますか。階段行ってみますか。てか結構車通りが激しいっていうのは、そうですね、ちょっとさっと階段の入り口まで行っちゃった方が、うん、あ、宝物ありがとうございます。あ、あった。ちょっとなかなかすごいところでございます。行ってみましょう。おお、いえ、おいえ、皆さん足元注意してください。これ、ちょっと申し訳ないけど、画角ほっといて足元見ます。あ、もう全然そっちの方に集中してください。しょうがなんで、コメントもちょっと今階段がねすごいことになってますんで、ちょっと上に行くまではコメントなかなか拾えないと思うんで、ちょっとご勘弁ください。足元本当に注意しとかないと、本当にここは危ないですね。危ないですね。本当疲れた。疲れますね、でもここ確かちょっとここでもう疲れてる感じじゃないぐらい、ちょっと森島さん、はい、森島さん、なんですか、なんか今登った階段がもう一回見えるんですけど。そうなんですよね、ちょっとですね、待ってくださいよ。結構な階段でございます。マジか。結構。いや、すごい、上が見えない。うわ、嘘だ。もしかしたら心霊スポットじゃないんじゃないですか。あ、そうかもしれませんね。そうですよね。これ心霊スポットじゃないですよ。心霊スポットじゃないか。引き返した方がいいんじゃないですか。引き返します。これ。ちょ待って、一段一段もなんかすごい大きいし、これ分かる、この大きさ、これは、うわ、雲の巣が、うわ、危ねえ、これはすごいな。てか、まあ一回来たことあるんだけれども、この凄さという、死人が出てもおかしくないですよね、この階段ね。そういう意味で死人、あ、でかいです、気をつけてください、それ見てください、でかいです、おーおーおー、気をつけて、おーおー、気をつけてください。これいかに人が来てないかっていう証拠ですよね。やばい、これちょっとくぐりながら行きますか。こんなの頭の上に落ちてこられた日には覚醒しちゃいますね。超これこれマジか。うわうわ、だんだん無言になってて、こう階段も斜めってたりしますからね。危ないですね、ちょっとだからこれと、マジでこれも今半分ぐらい来ました。ね、半分も来てないですね。半分も来てないか、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。よいしょ、嘘だろこれ。ここ死んでスポットにしたやつ。バカ野郎、こんなとこ死んでスポットにすんなよ。いや、俺もうここ死んでスポットって書いてあるホームページ全部にクレーム入れよう。よくもと、うん、場所考えろと、場所ちょっとわきまえろと。こんなところは心霊スポットじゃねえよ、じゃないと、もっと楽なところにしろと、そうそうしろと。やばいやばい、これ本当やばい、やばい。嘘、やばい、ちょっと疲れてきたな。ちょっと待ってください、ももがもう、ちょっと待ってくださいね、大丈夫、いかんわ、私も上がってきた息が、よいしょ、
よいしょ。あ、雲の巣が。あ、もうちょっとですね。いやいや。やばい、左手が。よいしょ。よいしょ。足が上がんねえ。これ帰りが危ないな。帰りが確かにね、帰りで危ないです、よいしょ。うわ、雲でかい、でかいな、でかい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 、よいしょ。さあ皆さん、到着しましたね。ちょっと待ってね。あ、はい。紐が。持ってましょうか。あ、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。さあ、ふう。さてさて、このような場所でございますかね。よいしょ、よいしょ。はい、なんか事務所の人たちの慰霊碑的なものなのか、いいよ、また階段が、よいしょ。武田勝頼公の霊社というものでしょうかね。あ、勝頼。ええ。武田14将。あ、じゃあ他もいるんですね。ですね。ちょっと行ってみましょうか。行ってみましょうか。ええ。せっかくここまで来たんですからね。うん、正直言いますと、前来た時はこっちの方までは来なかったので。すごいな。あ、これあれですね、ここ裏が神様いるとこですね。そうですね、こうなってて、なんかピーっていう音がさっきから聞こえますね。鳥？鳥ですか、どこが我々が登ってきた方なんだろう、よくわかんないですね。よくわかりませんね。なんか向こうに書いてありますね。あ、慰霊碑はこっちの方ですね。ですね、あ、これがあれですかね、この今の階段ですかね。あ、はいはいはい、横から突き抜けてる階段ですね。で、ち
の本丸とか、こっちの方、まあものすごいここも広いんでしょうけどね、うん、ちょっとあっちの方行ってみましょうか。行ってみましょうか。これがあると。ありますからね。城なのググルから神父城という城でございます。おー、ここはね実は初めてです。すげーすげーわすげーすごい。ここだけなんか冷え込みがなんか違いますね。赤い屋根みたいなの見えますね。あ、なんかありますね。ちょっと待ってね。なんかありますね。綺麗に添えてありますよ。本当ですね。あれもこれしょっちゅう来てますね。結構新しいですよね。花も枯れてないですし、うん、なんか貼ってありますよ。貼ってありますね、いろいろ。やば、え今カラカラって、まだまだまだボコボコ落としてます。なんかでっかいのが歩いてる。